7月20日のケリ姫スイーツ、スタースイーツストーリーの報酬あったじゃないですか。報酬というか、みんなで頑張ろうキャンペーンだっけ。みんなでのクリア回数だかなんだかが、どこ見たらわかりやすいかな。宇宙、宇野千代と新井中、それがこじこじネタだとわかる人はどれだけいるか。ステージクリア回数でプレチケゲットってやつですね。みんなのクリア回数に応じてプレチケが最大50枚ってやつですけども、まあ無理ですよね目標1000万回クリア。ケリ姫ツイッターアカウントで40何万とか今朝見た気がするな。408,500、うんプレミアムチケット9枚ゲット確定。まだまだこれからよ。いえ、もう無理です。スタートダッシュでこんなもんで1000万いくわけがないじゃないですか。何言ってるんですか、やだだからもうちょっとね、もうちょっとわきまえよ。ユーザー数ね、こういう1プレイヤーがそんなにいないって分かってるぐらい、細かい数字は分かんないけども、上だったらあれでしょ、なんかアクティブのプレイ人数とかさ、分かったりしないの。そっからなんかもうちょっとね、計算しよう、算数しよう。足しないと思うからステージ自体が難しいってのもあるしね。俺がサボっちゃってるのはそこが理由だな。脳死プレイができないっていう。もうちょっと分けてもいいと思うんだよね。本当にがっつりパズル系か、そのメンバー固定でのパズル系と、あとは、なんだろう、敵のレベルが900台とかで、レベルががっつりないと、攻撃力がないと、まあ、よく言えば、攻撃力があって、いい覚醒色とかがあれば、クリアできるステージと、あともう一つなんだろう、なんかクエストとパズルが似たような感じになっちゃってんだよね。もう一つ分けるとしたらなんだろうな。結局パズルクエスト一緒で、ギミック、属性、そうだね、なんか属性が、もっと顕著に出る系ステージ？敵を利用したそういう考えるステージと、ギミックを利用した考えるステージで分けるとか。だからまたね、新たに、なんか内部で作んなきゃいけないんだろうけども、エクストラ以上に、その有利不利の、特に不利の方だね。不利属性で攻撃しちゃったりすると、もう1しか当たんないとかさ、そういうレベルにすれば、割と考えたプレイができるんじゃないかなと。でも、あとは4と7だけかな。これこそまさに脳死プレイと言わんばかりに、ネクロマンサーそのままタップでエイってやってるけども、これがちょっと前だと強戦士でエイだったし。で、どっかの報酬でもらえる、先制術師の覚醒武器。あれでも結構脳死プレイしてたな。無双してた時代があったわけですよ。ただ先制術師はちょっと範囲があるんで、少し敵の、近くに蹴ってあげないとってとこがあったけど。敵サーチっていうものが、要はホーミング攻撃ですね。出てからは、ほんとその場でエイってできるようになっちゃったからね。悪魔ホームホームとかだいぶお世話になったな。変な意味じゃないほどね。悪魔ホームホーム、ホーミングで、かつヒット数で、ヒット数あってって感じだったけど、今はね、ちょっと火力不足なんだよね。同じようなレベルでも、とはいっても攻撃力イコールそのまま強さとも限らないから、結構ね、内部で特攻があったりとか、今コラボキャラで一戦で活躍できてる子ってなんだろう。にゃんこのなんだっけ、ガオウ、ジオウ、なんだっけ、ジオウはライダーかアフロディーテはどうなんだろう。ガオウはあれ結構面白い性能してたと思うけど、
にゃんこの前はこれもなんだろうね。滞在とかは、だいぶ前だし、バンとかはね、使いやすいけどね、サーチで、プラス、青い宝箱、発生させる怪盗みたいな効果あるから。あの効果持ち結構レアだからね。にゃんこの前になんかコラボ系あったような、あれか、ミクか。ミクはまあまあ、うん。この前あったのだと、雪ミクの2019だっけ？もうちょいしたらマジミラの、やるのかな？マジックミラー号を訳してマジミラ。よいしょ。ケリ姫スイーツ。ソフトオンデマンドコラボ。前も似たようなこと言ったような気がするな。誰が出るんだっていうキャラ、コラボキャラ。実写系のなんかコラボってないのかね。なんか戦隊ものとかライダーとか特撮系があったら、まあ実写系コラボっていうとこかな。そういうんだったらね、まあ、キャラクターとしても使えそうだから、デフォルメもできるし、あのコンパチヒーローみたいな見た目になりそう。まあ大きいところは多分、コラボできないというか、もはや、別にコラボしなくてもっていう、したところでケリ姫、そんなにっていう。だから、何のコラボだ、あのキャラが使えるウォーじゃなくて、単純に性能で、あ、このキャラいいじゃんで、ね、引きたくなったりするからね。まあ、コラボキャラをね、ちゃんと優遇してくれるのはいいことだと思う。あんまり優遇しすぎると、期間限定ガチャのね、排出になるから、ゲットがきついっていう風になったりするけども。で、各ステージの47、前半の方だと247ですね。とかをクリアして、メンバーとアイテムを少しずつ回収しておりますと。よし、じゃあ今日はこれぐらいにしようと思ったけども、カステーラに、お金が来てるので、これだけやっておきましょう。でこっちも一応ドロップアイテムなんだっけ、スイカの置物があるんで、まあ少しずつ集めておきましょう。てな感じで今日はここまで。また明日。ごめん嘘ついた。明日ないかも。明日ハピオワで収録してきます。当日に言おうかなと思ったけど、もうマックスがツイートしてたんで別に隠す内容でも何でもないんですけども。ということでまた次回。